皆さんこんにちは。福島県農林水産部です。福島県では現在令和5年度福島県職員採用候補者試験の申し込みを受付中です。今回は現場で働く農業土木職の職員から生の声をお届けします。福島県総総農林事務所農村整備部です。農業土木職としての私の業務内容は、浜通りに位置する総総農林事務所において東日本大震災からの復旧復興を目的とした農地整備事業です。早期の営農再開に向け、農地の大区画化や溶排水路や農道の整備など農業生産基盤の整備を行う工事の設計や監督業務を行っております。担当している業務が完了したときにやりがいを感じます。より良い農地に整備できるよう常に最善を尽くすため、地元農家の方々や施工してくださる業者の皆様と試行錯誤を重ねながら業務に取り組んでおります。立派に整備された農地を一望したときに感じる達成感は、この仕事でしか味わえない格別なものです。より多くの農家の方々が持続的に農業に取り組める生産性の高い農地を作ることが私たちの目標です。そのためには地元農家の方々の声に耳を傾けることが大切だと思います。皆さん、私たちと一緒に福島県で働きませんか？試験の詳しい情報は概要欄に載せてある URL よりご確認ください。皆さんのご応募お待ちしております。一つ一つ実現する福島。